世人、ならず者と称する者、必ずしも真のならず者のみにあらず、善良高潔なる人格者と称せられる者、必ずしも真の善人のみにあらず、表面善事の仮面をかぶり、裏面に奸悪を行う大偽善者、また我らの世界に数多く生息することを知れ。時は享保の頃、ある小さな大名の城下町。漢学者松住永山邸の門前、漢学講義所永山塾の看板が出ております。枠侍たちが聞きとして通っておりました。ちょうどこの日、永山塾では塾長松住永山先生の誕生祝いが催されておりました。松住永山を関美佐、永山は嬉しげに微笑みながら杯を干し、門弟たちが次々と挨拶に参ります。永山先生の一人娘浪江は範疇随一の美人でありました。浪江を玉木歌子、永山塾に通う塾生のすべてが浪江に恋を感じておりましたが、中にも栗富平三郎という若侍は最も熱烈に彼女を恋しておりました。栗富平三郎、坂東妻三郎、塾生の一人一人が死の前へ出て祝辞を述べ、杯を賜って戻ってくる。やがて塾長永山は宴席を退き、後には塾生のみが残って、賑やかな無礼講の主演が開かれたのであります。さあ、こうなると酒席はすでに乱れ、騒然たる気分が室内にあふれて、剣を打つ者、洋曲を口ずさむ者、やたらと酒を煽る者、主演は今や竹縄であります。中でも元気の良い栗富平三郎は同輩と戯れながら剣を打ち、高らかに笑い、だが誰も近寄らない者が一人おります。塾生の中に浪岡新八郎という家老のせがれがおりました。山村桃太郎。浪岡は泥酔に近き朦朧たる水眼を見開き、何か事件を求めるかのようにあたりをぎょろりと変幻しておりましたが、家老の子息というので誰も近寄らない。どうも面白くない。その眼が栗富平三郎に移った。おい栗富、
くりとみ。さあ拙者が杯を取らす。地下を進め。平三郎は波岡の無礼な態度が尺に触った。流行る心を抑え、せっかくでござりますれど拙者今宵はご覧の通りよほど酩酊いたしておりますほどに、平にお許しくださりませ。どうか。何しからば何か。拙者の杯が受けられぬと申すのだな。いえ、決してそのような。しからば飲め。さあ飲め飲め。拙者の杯だけ受けんという方があるか。飲め。プレーも飲め。下船の分際で拙者の杯を受けんとは生意気なやつよ。さあいかにしても飲め。さあ飲め。なんとおせらる。無礼講の主席で身分の差別で論ずるとは無礼でござろう。お言葉が過ぎ申そうぞ。なに、生意気な理屈を吐くな。敗戦の酒を平三郎の顔に浴びせた。キス、やったな。身分を重ね重ねての理不尽なる波岡の行為に平三郎は反逆と憤怒の血潮が燃え上がり、もはや猶予せず飛びかかった。これやめ。これ沈まれ。クリト、平三郎予算か。これ沈まれ。部屋の中は大変な騒ぎとなった。どうしたことじゃ。これやめぬか。クリトミ、いかがした。先生、波岡殿が。沈まらぬか。これクリトミ、今宵は拙者の誕生日じゃ。それを御身はご存知でござろう。何故かような騒ぎを。先生、申し訳がござりませぬ。なれど波岡様があまりのご無体をいたされるゆえお許しを。栗富は喧嘩のもとについて極力自分の潔白を弁明したが、波岡には家老の息子という背景があるために一同が波岡に有利な証言をしたので、結局栗富の方が喧嘩の発当人とみなされたのであります。先生、先生、それは違います。おいおい、よいと申すに沈まなのか。先生、まさしく拙者はこれ沈まれと申すに。なんということだ。この物語、なんということだ。卑怯者、へつらい者、嘘つきめ。こりゃ待てと申すに、クリトミ。先生、先生。聞けば御身は過日も誰かと喧嘩をいたしたそうじゃが、今度再びさようなことをいたさま、その時こそいよいよ破門でござるぞ。よいか、クリトミ。分かったらそれでよい。今宵はこれで御身は帰るがよい。では先生、失礼いたします。いたしかたなく平三郎は悔しさをこらえて廊下へ。平三郎様。波江殿。栗富様、私は場所柄もわきまえず、ならず者に等しきいさかいなどする人は大嫌いであることをよく覚えておいてくださりませ。はい、よく分かっておりまする。波江までが自分を発当人と誤解している。喧嘩をしたのは波岡でありながら、翌日平三郎のみが30日の閉門を仰せつけられたのであります。無礼講とはいえ、身分の違いは致し方なく、おべっかを使う者以外は敬遠されるのか。
こうしたことがあってのち、誰言うとなく平三郎の品性について悪い風評が立てられ、今まで比較的好意を示していた波江までが次第に彼をぶとんずるようになったのでありました。ある日の午後、平三郎は浪江の近頃のそっけない仕打ちなどを考えながら静かな足取りで歩いておりましたが、この時三人連れの若侍の言葉が耳に入ってまいりました。驚いたの。いやいや、時に貴公たちは永山塾の浪江殿の秘密をご存知か。秘密？さあ、少しも存ぜぬが、浪江殿に何か秘密でもござるのか。おみたちは案外うかつじゃな。かの浪江殿はすでに娘ではござらぬぞ。ああ、人は見かけによらぬものじゃの。驚いたの。してまたその相手は何やつでござる。殿じゃ、我が君でござる。浪江殿が去年の夏御殿上がっていた説、浪江殿の方から殿を誘惑したということじゃ。まことかそれは。ああ。いや、そればかりではない。聞くところによると、永山先生は我が娘を高職な殿へ献上し、あわよくば鹿を横領しようと企んでおられるとのことじゃ。黙れ！聞いていた平三郎はもはや我慢できず、憤怒頂点に達した。えい、黙って聞いておればいらざることを熱望して、殿や先生一家の名誉を損なすフラッチな奴ばら。さあ先生の前へ行って謝罪せい。謝罪せぬか。さあ拙者と共に先生の前へ。何をする。クリトミ平三郎、ジタバタするな。拙者と共に先生の前へ。さあひょうばらめ。怒り狂った平三郎、ついに大刀を抜いた。白昼の乱闘。だが腕には自信のある平三郎、到底この三人はかなうはずもなかった。おれ、ひきょう者め。すごいね、真っ昼間の喧嘩だ。さあ先生の前へ拙者と共に行き謝罪せい。待て、卑怯者。待て待て待て。ちょうど通り合わせた平三郎の同僚が止めに入った。待て、これ待たんか。待て待て、こら。あいついきなり切ってきよって乱暴なやつだ。くれてめえ、これこれ沈まらぬか。平三郎、引け。刀を収めろ。これどうしたことじゃ。これ栗富、沈まれ。沈まらぬか。浪江殿や殿のこと、卑怯者めが。だが卑怯な三人の残訴により、大道の喧嘩事件は早くも永山先生に聞こえ、平三郎は弁解の甲斐もなく破門された上、浪江にまで絶交を宣告されてしまったのであります。正しいことをしたつもりなのについに破門。なんということだ。一体自分が何をしたのだ。どんな悪いことをしたというのだ。俺には少しも悪いところはないのだがな。先生に止められたことをしたのは悪いとしても、
皆橋君や先生や波江殿の名誉を保つためにやったことなのだ。あまりに矛盾した世の掟だ。こんなバカなことがあるか。平三郎は世の不条理を嘆くのでありました。考えれば考えるほど残念でならなかった。平三郎は今一度弁解してせめて浪江にだけでも誤解を解いてもらいたさに、あるよひそかに永山邸へ忍んだのであります。誰も信じなくともよい。だがただ一人だけ我が恋する浪江にだけは真実を知ってもらいたい。波江殿。どなたでございます？波江殿、平三郎でございます。何卒拙者のぶしつけをお許しくだされ。しばらく、しばらく。波江殿、お帰りください。実は拙者、誰よりもあなた様に誤解されしことがあまりに口惜しく、今一度弁解に参りました。私はあなたのような武士らしゅうない嘘つきの言い訳は聞く耳は持ちません。さあどうぞお帰りくださりませ。波江殿、どうぞお待ちくだされ。そして拙者の話を聞いてくださりませ。この通りでござる。お話しくださりませ。波江殿、どうぞどうぞしばらくの間。波江殿、何をなされます。人を呼びますよ。あれ、誰か来てくださりませ。あれ、誰か、誰か。そのような大きな声を出さずとも。波江殿、しばらく、しばらく。クリトミ先生。クリトミ、なんということだ。不埒者め、無礼者。クリトミ、貴様はいよいよ魂まで腐り果てたな。先生、それは違います。先生。えい、おい、おのおながた、その泥棒不条文から表へ投げ出してしまわれ。泥棒。先生、泥棒とはあまりのお言葉。お願いでござる、お願いでござる。しばらくの間弁解の猶予を与えてくだされ。ええ、ぐずぐず言わずとこちらへ参れ。貴様らにはわからん。ええ、はよはよ追い払え。平三郎は涙を流さんばかりに訴えたが、門弟たちは情け容赦なく打ちかかる。平三郎はこの場合切って切って切りまくってやりたかった。しかし恋する浪江の感情をこれ以上害したくはなかった。我慢いたそう。先生、浪江殿、いずれわかる時節もござりましょう。ごめん。のけのけのけ。そして翌日、平三郎は突如主君より長野おいとまという命を受けたが、彼は今さら何の不服も言わなかった。運命の命ずるままに、彼はただ従順に故郷を後に漂白の旅に出たのであった。波江殿、いつかは拙者の心を分かってくださる時があろう。平三郎はかくして流浪の旅に出ていった。かくて一年は過ぎたが、平三郎はやはり浪人していた。そして彼はすでにその日の生活に困るほど落魄してしまったのであります。
潔癖なるがゆえに職がないか。武士は二君に使えずとか、身はボロボロの衣をまとっても、平三郎はいまだ悪事を働いてはいない。がしかし、貧しきなるがゆえに世間の目は冷たかった。一か年の惨めな浪人生活、それは彼をしてますます反逆時たらしめたのであります。城下町を歩む彼、今は見る影もなく疲れ落泊した平三郎。驚いたね、同じお侍でもいろいろと。商人や武士が皆己を嘲笑する。なんということだ、ちバカにしてやがろう。静かに瞳を落として己の惨めな風体を眺め、恵まれる者恵まれざる者、その対象の甚だしさを眼前に見せつけられるとき、平三郎の顔には呪いと反逆の色が現れてくる。女は吉野川という小料理屋の娘、お千代というものでありました。森静子。ふと目が合った美しい娘、お千代の顔を平三郎は恍惚として眺めておりましたが、その顔がいつしか初恋の人浪江の姿に変わった。がしかし、それはやはりお千代である。すべて世のなすまま、俺は一体これからどうなる。とある料亭の2階、芸者を追いかけている武士。よいではないか。どうぞ、もう結構でございますので、どうか。いやいやい、食べさせてやるわ。かわれ。そのようなお戯れをお許しくださります、どうか。水物碗が平三郎にかかった。平三郎の顔には見る間に怒りがみなぎった。無礼なやつ。第三者から見たらこれしきのこと、何でもないことかもしれなかった。しかし平三郎は非常に尺に触った。相手が立派な風体をしているだけに、彼の反逆精神は余計に台頭したのであります。亭主はあらぬか。この世の亭主を出せ。私が番頭でございますが、何か御用でございますか。拙者のこの衣類を見よう。その方の2階にいる侍が浴びせたのじゃ。さあ侍の座敷、身どもを洗いせい。さあ洗いせるか。しばらくお待ちをどうか。ええー、貴様にはわからん。二階の武士を出せ。さあ出せ。出さぬか。でもござりましょうが、何とぞご勘定くださいます。ならん。武士には武士の礼儀がある。武士にして武士の礼をわきまえぬやつなれば、身どもにも相当の所存がある。さあ侍を連れてまいれ。さあ連れてまいれ。どうかお許しを。ご勘弁くださいませ。さあ番頭さん、これで、これで了見しておもらいなさ。いろいろと申し訳ございません。ご無礼いたしまして。詐称でございますが、何とぞお納めくださいませ。番頭から金を出された。彼らはきっと自分がゆすりに来たと思っているのだろう。いくら落泊したとはいえ、町人にまでこんなに侮辱されるかと思えば、平三郎は情けなかった。と同時にまた、むやみと腹が立ってきた。貴様、この金は何だ。誰が金を出せと言った。バカにするな貴様。俺はゆすりではないのだ。物乞いではないのだ。金が欲しくてやってきたのではないのだ。二階の武士に用事があるんだぞ。さあ侍を出せ。武士を出せ。何とぞお許しくださいませ。ご勘定くださいませ。さあ早くお役人を。役人を呼びに走る小僧。その間暴れ回っている平三郎が、さあ侍を出せ。出さないとこっちが乗り込むぞ。さあ出せ。しばらくお待ちくだされませ。この通りでございます。
知らせを受けて役人が駆けつけた。こらこら、いかがいたした、静まれ。何としたのだ。実はあのお侍様がわずかのことを盾に取り、さまざまな無理難題を申さるので困っているところでございます。どうぞお召し取りくださりませ。何？黙れ。そうではない。嘘つきめ、身どもがいつ無理難題を申した。偽りを申すな、この罵倒。おい、そいつを召し取ってしまえ。御用、御用だ。神妙にお縄を頂戴しろ。御用だ。あ、いや、待て待て、拙者は役人に召し取られる覚えはないのだ。どうか。黙れ。言い訳はいい、神妙にいたせ。さあ、バグにつけ。御用だ。襲いかかる取り手、彼は自分を守るためやむを得ず取り方に抵抗する。御用、御用だ。理不尽な役人の行動に激高した平三郎は、かかってくる取り手を相手に無尽に暴れ回ったが、所詮は大きな力、抗うことはできなかった。ほうまだ、利費も正さず召し取るとは理不尽だ。引っ立てい。ついに平三郎は召し取られてしまったのであります。町人に曲解され、役人と争った平三郎はついに領民ゆすり上役人敵対の罪に問われ、2ヶ月の受牢を宣告されたのであります。2ヶ月間の受牢。やがて2ヶ月は経った。そして平三郎は出獄した。再びこの城下町へ。なんという理不尽な世の中だ。俺は何一つ悪事は働いてはいない。つくづくと嫌な世の中だ。これから一体どこへ行こう。その時脳裏に浮かんだのは、あの美しい吉野川の娘、それは浪江にそっくりなお千代の姿。そうだ、俺はこの町にとどまろう。しかし何として暮らしてゆこう。ここまで考えが及ぶと、彼は暗淡たる己の前途を仰ぎ見て、立然として次第に歩みを緩めた。どうしました旦那。呼び止めた男は平三郎が牢内で近づきになった二十日ネズミの幸吉というものでありました。中村琴之助。しばらくでございましたね。どうなさいました。はあ、聞こう。ご覧の通りの手たらく、工事果てていたところだ。どっか当てはあるんでござんすか。いや、ない。これからどうしようかと案じていた。じゃあ旦那、あっしのところへしばらくの間、貴公のところへ。それはありがたい。さあ命令しよう旦那。二十日ネズミの幸吉はスリであった。彼は平三郎が剣道の達人であることを知り、彼の滞在を進めてみた。もちろん相手が泥棒であることを知らない平三郎は、この場合喜んで承諾したのであります。その後、二十日ネズミの幸吉の用心棒となった平三郎、彼は足しげく小料理屋吉野川へ通うようになりました。いらっしゃいまし、どうぞ。
今やならず者の平三郎と言われ恐れられている。あ、ならず者の平三郎が来た。じゃあなとっつぁん、ありがとうございます。おい酒だ。はいはい、ただいま。お嬢ちゃん、早いとこ扱んでな。はい、ただいま。旦那、綺麗でございしょう。お嬢ちゃん、美しいの。あ、どうぞ。幸吉の一の子分、睨みの猫八、嵐茂世、これも前からお千代に惚れ込んでおります。あしもなんだよ。お千代ちゃん、嬉しいね。お待ちどうさまでした。あ、先生から。ああ、俺にもついてくんね。ああ、お千代ちゃん、俺にも頼ま。綺麗だな、お千代ちゃんは。お千代殿、もう一杯酌をしてもらいたい。じっと凝視するその目が怖かった。波江によく似ているお千代に思いを寄せている平三郎の目が甲骨と。あはは、いやいや、おかしいね。旦那もお千代ちゃんにほの字だってから頭いたね。どうも。最高ぜ、相棒。よしよしよし、行こう。いやいやいや、この野郎。うん、ごめんよ。何がごめんだ、この睨みの寝かしさに。ごめんだなんで。え、ふざけやがって。えい、どうだ。これ、よせ、よさるか、これ、猫八。そのように暴れてはいかん。これ、静まれ。静まらんか。えい、やる、こっちくしょう、えい。これ、猫八、静かにいたせ、これ。睨みの猫八と酔っ払いの喧嘩。平三郎は一生懸命に止めていたのだが、ちょうどそこへ呼ばれてきた役人が。これ静まれ、静かにいたせ。お、貴様、貴様まだ改心せずこの辺を荒らし回っておるのだな。何を申される。はい、お役人、喧嘩をしたのは拙者ではない。拙者はただ仲裁に入っただけでござる。お間違いあるな、お役人。何をこやつ、嘘をつき、ごまかしてもダメじゃ。役者へ来い。さあ、そのような理不尽の。またしても平三郎は二十日ネズミの幸吉ともども捕らえられてしまったのであります。再び捕らえられた平三郎は何日か経ってやっと解き放たれた。まあ、しかしならず者平三郎の名は町中にそれからそれへと伝えられたのであります。平三郎が通れば道行く人は目引き袖引き避けて通って行く。ありゃならず者だ。もしあいつのそばへ寄っちゃいけませんぜ。あいつは命知らずのならず者ですからなあ。おお、そうか、くわばらくわばら。遊び戯れている子供までが。おお、面白いか。どうした。あ、ならず者だ。なぜ逃げる。なぜだ。わからん。俺はどうしてこんなに人々から怖がられるのであろう。わからん。なぜだ。なぜなのだ。重ね重ね惨めな姿を大道にさらした平三郎はその実善良な人間でありながら
ついに町の人々から恐ろしい無頼漢として嫌悪され忌避されるようになったのであります。俺が一体何をしたというのだ。俺は決して無頼漢ではない。俺は善良だ。皆世間の奴らが勝手に俺を無頼漢にしてしまっているのだ。平三郎はじれったいやら悔しいやら悲しいやらで、苦悩はいよいよ深まるばかり。誰一人この世の中に俺の誠の心を知ってくれる者はいないのか。お千代、せめてお千代だけでも。しばらく待たれい、お千代殿。お千代殿、何も怖がることはござらぬ。人々は拙者をまるで鬼かじゃのように恐れるが、拙者はそんな怖い人間ではないのだ。お千代殿、拙者はこれでも温かい情けと人間らしい優しさを持つ誰よりも善良な人間なのでござる。それなのに御身はじめ世間の人々は皆拙者を勘違いしておるのだ。お千代殿、拙者かくまで世間から迫害されてなぜこの土地を去らないか、その訳を御身はご存知か。皆そなたのためじゃ。そなたに恋しておればこそじゃ。何を言われます。どうかお千代殿、お千代殿、お願いでござる、お願いでござる。何とぞ拙者の恋を叶えてくだされい。お千代殿、お話しくださいせ。どうかお許しを。お千代殿、お千代殿、お話しください。お千代は懸命に逃れんとした。平三郎はお千代のまことの心を知りたかった。すでにお千代の後を追う気力もなかった。ただその後ろ姿を見送るのみ。栗富さん、あの女を手に入れる方法、私が教えてあげやしょうか。好奇心。こうやりゃねえ、どうです。そのようなこと。あしに任しておいておくんなせ。大丈夫ですよ。幸吉は平三郎をある大仕事に加担せしめんとし、その手段としてまず彼に恩義を着せるべく、お千代を誘拐なし平三郎に与えんと図ったのであります。そして数日たったあるよ、幸吉は子分たちを連れてお千代をさらってきた。上司日でござんしたよ。旦那、うまくいきやしたよ。さあさあお千代ちゃん、さあさあ、へったへった、さあ。それでは、とうとう。旦那、そんなに心配することはござんせんや。好きなようになせ。どうぞごゆっくり。そのようなこと、拙者には。さあ、旦那。お千代ちゃん、何をするの。ああ、気がつえな。おいらだってお千代ちゃんのことを思ってるんだぜ。いでじゃねえか。おいおい、さあ、こっちへ来い。閉じ込められたお千代、ただわなわなと震えるばかり。平三郎、行け。平三郎の耳元で悪鬼がささやく。平三郎、行け。お願いです、堪忍してくださいす。お願いです。平三郎、行け。
世の中は悪ばかりだ。どこに正しいものがある。己の欲するまま奪い取るのだ。行け、平三郎。平三郎、行け。悪鬼の声と、してはならぬという正しい教えと、この二つの声が平三郎の耳元で叫んでいる。お願いです、堪忍してください。目にいっぱい涙を浮かべている娘の姿を見ると、平三郎の心が乱れる。そこにまた悪鬼の声が。平三郎、どうした。世の中に正しいことはない。行け、平三郎、行け。お願いです、お許しください。何をためらっている。行け、平三郎。どうした。俺にはできぬ。お許しください。俺にはできぬ。平三郎は可憐な娘の哀願する姿を見ているうちに、次第に邪心はいずこともなく消え、憐憫の情が湧いてきた。俺にはできぬ。平三郎、どうした。悪鬼の声がなおも囁いていたが、平三郎はついに邪心を捨てた。ああ、おとなしくなりましたね。あの堅物の栗富さんもうまくやりやしたか。前合いに一杯やって。だがこの時すでに役人の群れがこの屋を取り囲んでおりました。ああ、酒がうめえはずだ。ああ、よしよし。大仕事だ、大仕事。ご用だ。初金積みの好奇心。神妙にお縄頂戴しろ。ご用、ご用だ。バクリつき、いけねえ、手が回った。何、早くも取り手の群れが飛び込んできた。平三郎は何としてもお千代だけはこの場から逃したかった。お千代殿、裏から裏から逃げい。えい、お疲れ済みの好奇心、神妙にバクリつき、ご用、ご用だ。ようやくお千代はこの場を逃れることができた。ご用だ。指名しろ、バグリつき。抵抗むなしく平三郎は初金積みの幸吉ともども捕縛されてしまったのであります。それ引っ立てい。それから6ヶ月は過ぎた。その間平三郎は暗い牢獄に侵入しておりましたが、お千代恋しさのあまり彼はある夜破獄して逃れ去ったのであります。火の用心さしゃりましょう。火の用心。おい、この辺に怪しいものが来なかったか。何かあったんでございますか。牢破りだ。牢破り。あ、こりゃえり騒ぎだ。あ、こりゃ大変だ、こりゃ。お千代恋しさのあまり牢を破った平三郎。
それ向こうだ。自分のまことの心、己の気持ちを知ってくれる者はお千代以外にはいない。平三郎はお千代のいる吉野川へ急ぐのでありました。いたか？いない。羽獄までしてその姿を求め吉野川へ来た平三郎だが、お千代は丸曲げ姿に身を変えた新妻になっていた。平三郎は驚き己の眼を疑った。前自室、あれがお千代か。お千代、眺めていた平三郎はお千代がすでに人妻になってしまっていることを知るや驚き失望嘆きもだえがこもごもいたり、逃れるようにして立ち去ったのであります。お千代、お千代。6ヶ月もの間冷たい獄舎で思い浮かべていた恋しいお千代の姿がそこにはない。お千代はもう人妻になってしまったのだ。平三郎は身も世もなく失恋に泣いた。赤涼の風自打を打つ。だがしかし無情に迫る取り手の群れ、嘆き悲しむ平三郎の身辺、次第に迫る。俺のこの悲しみを、この苦しみを、誰が知ろう。虚しい。一切は無駄。御用！御用だ！牢破りの平三郎、神妙にお縄を頂戴しろ！御用！まぐりつき！御用だ！平三郎、御用だ！おい、待ってくれ！俺の黒灰も繰り出しそうになっているのだ。今の俺に反抗すると、俺は貴様らを皆殺しにするかもしれないぞ！よるな！よるな！だが俺は、そんな恐ろしいことをしたくない。俺に人殺しの罪を犯させたくなければ、このまま、この俺を逃がしてくれ！逃がしてくれ！えい！虫の言い方を申すな！神妙にバグりつけ！牢破りの平三郎、御用だ！貴様たちには、拙者の気持ちがわからんのか？人の命を失いたくないという拙者の心やりが、貴様らには通じんのか？逃がしてくれ！え、御用！御用だ！
平三郎の絶叫も役人には何の感動も与えなかった。それでは貴様らはあくまで拙者の生涯を破壊せんとするのだな。よし、もうこれまでじゃ。いざ来い。どれ、お破りの平三郎、お名は頂戴せい。平三郎は役人を逃れてある一軒の塀の中へ。どうしなすったんでい。この家の主は赤城の次郎蔵という土地で有名な顔役であった中村吉松。どうなすったんでい。無実の罪で役人に追われているものでございます。何卒しばらくおかくまいくだされ。ある通り役人が迫ってまいります。何卒お救いくだされ。お願いでござる、お願いでござる。これはお役人、赤城の親分、今こっちへ逃げてきた怪しい男をご存知ではござらんか。さあどんな男で、放火ぶりをしよって。さあ牢破りでござる。あ、その男ならそっちへ。そうか、よし、今度こそそれ行け。一命があった、絶えないもんだ。こうして次郎蔵にかくまわれることになった平三郎は、次郎蔵という人物が実に義教に富んだ親分として町の人々から敬慕されている世評を聞き、今更ながら彼に対してより以上の敬意を表したのであります。平三郎は子分たちに剣術を教えている。今度は足がお願いいたします。薄バカのサンタ安田善一郎。どっからでもかかってまいれ。やどうしたどうした、好きだらけだぞ。さあ打ってまいれ。強えな。まだまだまだ、それ。どうしたサンタ。それそれそれ、行くぞ。だいぶ上手くなったぞ。先生、こんな奴ら相手じゃ大抵じゃござんせんね。いや、なかなか皆上達いたした。次郎蔵の用心棒となってそれから幾日か経ったあるよ。意外な光景を彼は目撃した。善良なる義教に富んだ親分であるはずの次郎蔵が女をさらってくる。平三郎には信じられなかった。なんということだ。そして手ごめにされる女たちの泣き声が、それが次郎蔵のまことの姿であった。その後平三郎はたびたび不思議な光景を目撃し、次第に次郎蔵の赤裸々な姿がはっきりと分かり始めた。次郎蔵は人々が信じているような善良な親分ではなかった。彼は賭場荒らしや婦女誘拐を重ね、悪事によって得た黄金を利用し、町の人に慈善を施し、巧みに世を欺く大悪漢であることを平三郎は知ったのであります。なんと皮肉なことだ。町の人々に無頼漢と言われる俺が実は善良で、町の人々から神様のように尊敬されている次郎蔵が実は恐ろしい大悪人とは、悪名を被る善人と善人と称される大悪人とが同じうちの中に住んでいる。
なんという皮肉なことだ。彼の顔には人々に復讐するかのような、ある微笑が次第に強くなってきた。その夜のこと、次郎蔵は急病に悩む旅の侍夫婦を救い、その住まいへ伴って参りました。さあさあ、お客人だ。ここまで来れば大丈夫。ご安心だせ。ありがとう存じます。侍夫婦とは、そは思い出大き平三郎の初恋の人、叡山宿の浪江とその夫新之丞でありました。新之丞を春次検索。病みつかれている新之丞は皆に感謝いたしております。親切な次郎蔵に助けられた。心配することはありやすいよ。親分にお願いしとけば。さあお内儀、ご亭主はだいぶ具合があるようだから、早いとこお休みになった方がよろしゅうございますよ。口は割ったようだけど、足のうちにいたら何も心配することはありやすいよ。何から何までご親切に、なんとお礼を申し上げてよいやら。何もご心配にはありません。いつまででもゆっくりご養生なすったらようござんすぜ。夫婦を救ったについては、当然、次郎蔵には野心があった。そうでござんすか。ご苦労でござんすね。でもやっぱりこしたらみてえなものと違って、いやあ、品がいい。どうでござんす。私は部長法でございますゆえ、それでは。ああ、ありがてえ。うめえ。お侍のお内儀にお酌をしてもらっていい。水っぽい酒もうまくなりました。お美しいねえ。あっしもね、こんな美しいお内や見たことござんせんよ。いいじゃござんせんか。まあ一杯お飲みになってさあ。あの部長法ゆえ、それにおそうございます。何？飲めねえってのか。俺たちの酒は飲めねえと。それじゃあ酌などしてもらおうか。はい、それでは。まだ酔いの口だ。何をする、ブレの。いいじゃねえか。ブレをすると許しませんぞ。その怒ったところが何とも言えねえで、騒ぐじゃねえ騒ぐじゃねえ。ゲド、ジタバタしたってどうってことはねえんだ。その騒ぎを耳にして、かわいそうに彼女もまた次郎蔵の毒牙にかかるのだなと。ジタバタするねえ。なんでなんで。やばいながら侍、そのまま新之丞が向かってくる。こんなら半病人の口しやがって。かまねえ、口を言え。卑怯者を、卑怯者を殺せ殺せ。お願いでございます。夫は病人でございます。そのようなむごいことをなさらず、お許しくださいませ。この通りでございます。どうか。ジザブタするね。なんということだ。あれは浪江だ。今自分が行って浪江を救ってやりたい。だが今の自分にはできぬ。浪江に会うのはよい。しかし今の自分は浪江を助けることはできないのだ。やはり会わずに置く方がいいのだ。この野郎、口見口見。どうじゃ、これでもな、俺に従わなきゃ、あの天使はなぶり殺しにしてやるから。そう思え。どうだ。お許しくださいませ。どうぞそのような無理なことを言わず許してくださります。この通りでございます。
許してやろうじゃねえか。許してやるから、いさんことはねえんで、怖いがってやらってね。さあ、奥へ来い。さあ。お願いでございます。どうぞそのような無体なことはなさらず、お話しくださります。殺せ殺せ、ひょうばろう、殺せ。目を塞いで立ち去らんとしたヘザブロー、あまりの乱暴さに我を忘れて中へ入った。親分、しばらくお待ち願いたい。なんで栗谷さん、なんだってこんなところへ。あ、親分、その女は拙者の知人でござりまする。何とぞお許しくださるわけには参りますまいか。この通りでござる。旦那、せっかくだがこればっかりできねえ。まあ目をつぶっていておくんなさい。おしの病でござんすからね。お願いでござる。曲げてお許しのほど、この女だけはできねえな。できねえよ。だが親分、こんな病人や人妻をいじめなくと、親分の自由になる女は他にたくさんあるじゃござりませんか。お願いでござる。この女だけは何とぞ拙者に免じて。何、黙って聞いてりゃ聞いた風な口を聞くじゃねえか。できねえったら金輪際できねえんだ。変な邪魔だてはしねえでもらいてえな。さあこっちへ来い。親分、今一度お願いいたしまする。何とぞ。うるせえ。いくら言ったってダメで。この通りでござる。うるせえ。話しやがれ。さあ、親分。それじゃどうあっても、二人を許すことはできないと言われるのか。ああ。これほどまでに、頼んでも。当たり前だ。よし、もう最後の時だ。二人を許すことができなければ、拙者が助けてやるのじゃ。何よ、生意気な。てめえは、俺に助けられた恩義を忘れやがったな。いや、恩義を忘れはせぬなれど、恩義のために正義に反することは、拙者にはできないのだ。えい、天中だ。次郎蔵、行くぞ。シャラクセイ、やろうど、それ、たたんじゅい。悪人の汚名を着せられたヘザブローは、世を欺く義教の二文字に隠れた偽善者、悪人次郎蔵を倒すべく、天中の刃が払われた。ついにジラゾンを倒した。さあさあ、はよはよ。ナミエ夫婦を助けてヘイザブローは裏口に逃れんとする。だが時すでに遅く、周りには役人の群れが取り囲んでいた。ヘイザブローだ。おう、牢破りのヘイザブローだ。誰か早く半死を撃て。おのれ、のけ、のがるか。のけのけ、のけ。夜の静寂を破り、半死を乱だ御用の声。なんだなんだ、今頃反証が鳴ってすりぼんじゃねえか。どうしたんだ、火事か。あ、いやいや、火事じゃねえ、大鳥門だ。大鳥門だ。なに、大鳥門。そうだ、牢破りのヘイザブローだ。なに、牢破りのヘイザブロー。大鳥門だ、みんな出てくれたよ。よし、じゃあ早いとこみんな連れてこい。大鳥門だ。たった一人のヘイザブローを捕らえるべく、御用上鎮が彼を追う。
白人一線空に流るる紅の影、あしらのごとく手負いの狼のごとく、切って切って切りまくる平三郎、憤怒の形相さまじく平三郎の胸にもいる反逆の炎。我が身を守らんがために抜き放したる刃、心身を綿のごとく疲れ果てた平三郎、取り囲む役人の群れをはったと見た。いや待て、無我夢中の乱闘の中我に帰った時、御用御用だ、平三郎バグリつけ、のけのけ、お金も切るぞ。
果てた彼の眼に映ったのは、周りにあるおびただしい鹿までであった。これは人を切った。俺はついに人殺しをした。平三郎は刃を捨て、ついに捕らえられた。牢屋ぶりの平三郎を召し取ったぞ。ひとてい。平三郎はついに捕らえられた。集まる群衆のささやきが無情に聞こえ、見てごらんなさい。あのならず者が捕まったんですよ。これからは枕を高くして眠れますな。捕まりましたか。こんな嬉しいことありませんよ。俺が恐ろしい牢破りの平三郎という無頼漢ですよ。ならず者ですよ。間うちの隣へ忍び込んだ泥棒、もしかしたらあいつかもしれません。きっとそうだ。人々の騒ぐ中を平三郎は焦然として引かれてゆく。誰一人己の誠の心を知ってくれる者はいない。のか人々の侮蔑と嘲笑を背に惹かれゆく平三郎、まこと悲しき末路であった。波へ落ちよ。命を懸けて恋した心の人よ、さらばさらば。俺は一体この世の中のどれをいずれを信じてゆけばよいのか。この世には正しいものはないのか。その中にただ二人だけ平三郎を節拝む侍夫婦があった。それは浪江とその夫江崎新之丞の二人の姿である。惹かれゆく者また見送る者、人の世の定めとはいえ何という矛盾した世の掟であろうか。ならず者と称さる者必ずしも真のならず者のみにおらず、善良高潔なる人格者と称さる者必ずしも真の善人のみにおらず、善人の仮面をかぶり世を欺く大偽善者、今の世にもなお数多く生息することを知れ。